ムさんの藤と菜の花の、蜂蜜です。去年2019年4月に採蜜されたみたいです。現在これは、この蜂蜜は90何パーセントぐらいが結晶化しています。で、結晶の上にほんのちょっとだけ液状のものが残っています。今これ裏側は透明で撮影してみています。撮影しているのはほぼほぼ結晶の部分です。ちょっとだけ液状のものが入ってるんで、もしかしたらそれが映るかも。これ境界がもしかしたら液体と結晶の境目かもしれません。今まで見た蜂蜜の結晶よりももうちょっと結晶らしい結晶というか、塩とかそれ系の固形の結晶のような結晶をしているのが分かります。明るさちょっと変えてあります。明るさ変えたら今までと比べて、その結晶のクリスタルがでかいのが特徴かと思います。で、今のところ特に、何らかの何て言うのかな、色のついた球状のものはまだ見つかってません。すごく綺麗ですね。では次に、背景色黒で今撮影しています。やっぱり結晶が、今までと比べてしっかりしてる分、背景色っていうのは見えないです。また、花粉と思われるような、色のついた球状円状のものっていうのも観測できないです。背景色を白にしてみると、やっぱり黒い点々は見えますね。昨日、埼玉県川越市の大谷ビーファームさんの春の蜜を観測した時と一緒で黒っぽい何かが見えています。ただやっぱり、昨日の春の花の蜂蜜と比べると、円状の黒い部分がしっかりとしていて、内側の白い部分もしっかりしていることが分かります。観察した結果やっぱりそれ以上に色のついてるものってのはなさそうです。生の蜂蜜なんでいろんなものが入ってるのが観察できます。あ、ここは液状の部分ですね。液状の部分がどうなってるかというと、基本は春の蜜なだけ、蜜やからか、かなり大谷ビーファームさんのに似てるように見えます。背景透明に帰ってきました。今画面の真ん中ぐらいに見えてる黒っぽしい丸が、さっき背景色白で見た時の、なんか映ってたもんですね、多分。それ以上に何か見つかる感じではないです。蜂蜜の中ではしっかりとした結晶があるみたいで、下にのっけた時にやっぱり、角のある結晶です。鼻の香りがふわっと近づいてきて喉をつくような甘みもあります。一方で酸味っていうのはあんまりないです。最初の頃は結構好きで、藤井系の青梅ファームさんの花も結構、蜂蜜も結構多いです。あった。今画面の真ん中に見えてるのは初めて色がついてる何かを観測できました。ただあんまり鮮明に映ってないので、これが何かはちょっと分かんないんじゃない。
ですね。あ、その下にも今一瞬なんか色のついてるものが映ってますね。画面中央から若干下に行ったあたりに何かも映っています。